どうもこんにちは、ジロです。今日の雑学はエイプリルフールでついた嘘は現実にはならない、その年にはという話をしたいと思います。っていうかその話は多分そっちの系になっちゃうと思います。行きましょう。で、そもそもエイプリルフールってなんだっていうことなんですけど、まああれですよね、嘘をついてもいい日、午前中だけっていうものなんですけど、まあね、エイプリルフールってそもそも由来何っていうと、まあ、フランスから来た言葉みたいなんですよ。その、まあ、いろいろ説があって、まあ、確証できないんですけど、まあ、一般的な説、有名な説としてはフランスのグレゴリオ暦から来たものだそうです。ちょっと読んでいいですか。これは語源由来辞典っていうネットのサービスから拾ったものです。フランスでは新年を4月1日として祭りを開催していたが、1564年にフランス国王シャルル9世によって1月1日を新年とするグレゴリオ暦が採用され、それに反発した人々が4月1日を嘘の新年としてバカ騒ぎするようになり、エイプリルフールの風習になったと。日本ではヨーロッパから広がったとされています。大正時代にみたいです。ね、エプリルフールイコール4月バカって訳すみたいなんですよね。